収まりまりしたスタートしました、名勝天元最高峰モズベッロも後方からまずはスタートを決めて1番のザダルが行きますが外から8番、リオン・リオンやはり前へと出ます外から14番のアトミック・フォースが迫ってきて17番、ナイマは18番のラン・フォザ・ローゼス間からは9番、エングレーバーです1番、ザダルがそのインコースに入りました差がなく7番、オセア・グレイト あとは2番の,里のルークスで第16番のルボルグです、1コーナーを回って外回り2コーナーを目指します、隊列入れ替わりました、14番アトミックフォースが前、リード1馬身、17番ナイママは2番手、8番リオン・リオン、横山典弘は3番手、インコース、先頭まで2馬身です、これを追って4番手、外から18番ラン・フォザ・ローゼです。 差がなく1番のザダル、そして9番のエングレーバー、同じ勝負服の2頭が並んで追走2コーナーカーブ、あとは7番のオセア・グレイトが続いて、前半千メートルは59秒8、1分を切りました、7番オセア・グレイトの後ろに2馬身あって、2番の里ノルークスです、その後十16番のルボルグがいて、あとは10番の里ノラディウス、さらに13番のエターナル・ビテス、あとは15番、タガノ・ディアバンテ後方に位置を取って、差がなく5番、シークレット・ランをしています。 その後11番の名勝天元は後ろから5、6番手になりました、あとは3番、マテリアルワールド、12番の西野デイジーは後ろから3投目、あとは6番のモズベッロ、4番、ミューチャリー最高峰です。 各前は14番のアトミックフォース、差を詰めて17番のアトミッが2番手、3番手インコース、8番のナイママが二番手、三番手イン番リオン・リオン、間からは18番のラン・ホサザ・ローゼス、7番オセア・グレイとト,トメを進出、差がなく16番のルボルグです、400を切ってオーストニ十五5番のタガノ・ディアマンテ、直線コースに向かいました、前は14番、アトミックフォース、先頭、1マシンのリード、外に出して8番、リオン・リオン、やや離れた外からルボルグを追ってくる、間から17番、ナイママ、内からは1番のザダル、前の争いは八番、リオン・リオンが抜けて先頭。 リードをリバシントル、2番手は16番のルボルグに、内からザダルが猛追、間から2番のサトルルークス、2番手争い、先頭8番、リオン、リオンダゴーリン、2着争いは2番、サトルルークス、そして1番、ザダル、差がなく16番、ルボルグ、リオン、リオン。